ネイチャーボーイズの柳です。今からですね、こちらネイチャーボーイズのスピニングノッターを使用して、PR ノットを組んでいきたいと思います。まずこちら、スピニングノッターの、変わったところとしてはですね、まずこのノズルの先端から入れてやるということですよね。はい、こちら P ラインですね。これを先端から入れると、このスピニングノッターのお尻からこう糸が出てきますね。はい、この糸をですね、引っ張ってあげまして、ここにこの黒いゴムが見えると思うんですけど、そこの隙間にラインの端をクッとこう入れてあげます。こんな感じですね。はい、そうしましたら、ある程度お尻の糸をこうちょっと引き出して、手でこんな感じに持ってやるといいですかね。これでここのボビン部分に糸を巻きつけていきます。だいたい10回ですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10と。で、10回巻き終わりましたら、ここにこう溝がありますよね。ここにですね、P ラインをはわせてあげて、頭を引っ張ってあげる。そうすると、こういうふうにセット完了になります。で、これがですね、まあ、引っ張ると糸がこう出ていくというシステムなんですけど、ちょうどここがドラグになります。この部分ですね、この部分がドラグになります。ドラグで適度なテンション、これはちょっと何回かやってもらって、まあ、手探りな状態にはなるかもしれないんですけど、まあ、最適なドラグっていうのを見つけていただく必要性があります。はい、まあ、イメージでいくと引っ張るとじんわりこう糸が出ていくような感じですよね。それぐらいが適切ですよね。はい、ではショックリーダーを巻いていきたいと思います。まあ、ショックリーダーはですね、もう使用する分の長さをあらかじめ切っておいた方が、よれ防止にはつながります。ただ後からよれっていうのは取れるものなんで、ボビンから切らずにそのまま組むことも可能です。私は右利きなんで、右にボビン、左にリーダーを持ちます。はい、ではまずですね、ここですね、まあ、こんな感じに右手に、リーダーと P を両方持ちますね。で、ここでこんな感じに2本を1本に束ねた状態で、軽く左側にですね P を巻いていきます。これはランダムでいいですよ。そこからまた左側にくるっとこう密にですね巻いていきますね。だいたい5ミリぐらいでいいと思います。はい、そしたら今度はですね、逆方向に戻していきます。はい、その時にちょっと 1、2回きっかけを作ってあげるといいですね。きっかけを作って、今度は左から右方向ですね、私の左手から右手方向に巻いていきます。こんな感じです。この時、ノズルから糸が離れていくのはテンションが緩い証拠になります。このように常にこう巻いてる時にノズルが、ずっとくっつきっぱなしですよね。くっついてる状態でこう巻かれていく。かつ糸があんまりよれない。それが最適なテンションだと思ってます。こんな感じですね。はい。キャスティングの時はですね、もっと短くてもいいんですけど、ジギングの場合はそんなに干渉することもないので、このぐらいの全長を取ったりします。スピニングの時は、2センチぐらいにとどめる時もありますよね。その時は巻き付けテンション、ドラグをちょっと、強めに設定しております。今回はジギングなんで、ちょっと長めに取ってみました。はい、で、このままハーフヒッチもできるんですけど、まあ、私の場合はここでこのぐらいの長さ、20センチぐらいで切っちゃいます。はい、はい、で、ここからハーフヒッチですね。はい、ハーフヒッチ1回です。
ハーフヒッチは同一方向でもいいんですけど、まあ綺麗に見せる分にはまあ交互にやってた方がいいと思いますね。はい、10回ほどハーフヒッチしております。はい、はい、そしたらですね、もう端と切っちゃいます。だいたい何ミリですかね、2ミリぐらい残して切っちゃってますね。はい、でちょっと B ライン本線湿らせた状態で、今度は本線のみですねにハーフヒッチしていきます。3、4、5、6、7。でここのハーフヒッチは強度には問題ないんですね。これ見えますか、ここのフロロカーボンのリーダーの端糸があると思うんですけど、この端糸が本線に触れるのを防ぐそういう役割になってますね。で最後はエンドノット、はい、2、3と。で反対側にもまあ2、3回エンドノットですね。はい、程よく締め込みます。ここは向きになって締め込む必要はないですけど、程よく締め込みます。はい、はい、はい、これで PR ノットですね、完成ですね。はい、まあ端糸を炙ったりとかっていう処理もあるとは思うんですけど、まあ炙らなくても十分に、もう滑らないノットなのでこれでも大丈夫です。まあ、もしガイドの引っかかりが、巻き取るときに気になるような場合は、ここの端っこをライターで炙るのも一ついいかもしれないですね。はい、スピニングノッター非常に使いやすいです。